天候フェニックス計画宣伝の動画見たよって、あーありがとう。あ、ツイッターに確か出てたね。ちょっとまだあれ何もアクションしてないわ。ほらほら、ちょっと待ってよ、調べるわ。そう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 なの。うち突貧だからね、ちょっと突貧で、突貧ですいませんって感じなんだけど。ちょっと待ってよ、ね、見たんだよね。そう、あ、乗ってるって書いてるって、あーって思ったんだけどさ、これだ。うん。オンデース、オンデーすごいですよね。めっちゃ今どきじゃない？オンデーズさん、さあ YouTube チャンネルがあるって。今はあれなんだな、 YouTube なんだな。そうそうそう、ちょっと私まだねちゃんとはチェックしてないのよ。すごいよね、オンデーズさんの再生物語の破天荒フェニックス。マジでみんなに読んでほしいわ。行ってみましょうって。あ、すごい、こんな感じだったんだ。こんな感じ、こんな感じなんですね。ちょっとじゃあみんなもこれ見た人は、どれがどこまで映ってるのかちょっとわかんないけど、ちょっとわかったのかな。どういう感じの、ちょっとあれなんかが私にはわからんけど、かゆめ見てみよう。ああ、社長ね、伊崎さん。今回、前回に引き続き伊崎さんかな。前回の今年やったやつも確か伊崎さんが主役、社長役だったのかな。そう、お、伊藤さん、これ役名出てるよね。なるみさんっていう役ですね。銀行の銀行員ですね。そう、なんか前回の舞台よりだいぶこう増えてたりとか、まあしてたりとか、してるらしいです。ちょっと前回の舞台は拝見したいんですけど、全体、そう、結構いっぱい増えてるらしいです。すごい、めっちゃいいこと言ってるわやばい、うち本当にへっぽこなインタビューの答え方しかできてないわ。乾杯。
前回の作品のやつですね。あ、私がいるよ、ほら後ろ姿が映ってたわ。全身真っ黒やったしレッスン着で行ってるからマジ全身真っ黒やねんな基本。そうなの、主役と奥野さんが本当にもうびっくりするぐらいやばいんですよ。あ、そう、今回のこの松平さんの役の秘書の長尾さんって役も実際は男性の方がやってらっしゃいますね。あ、タワータワータワー、ちょっと待って YouTube 止める一回。タワータワー、あー、ヤングさん1900日おめでとうだって。ありがとうございます、ありがとうございます。そう、今日でなんとゆりなちゃん1900日です。イエーイ、ありがとうございます。そうなんですよ、今日1900日なんです実は実はね、1900日だって。1900日ってどんなもんか全然わからんけど、イエーイ。じゃあちょっと破天荒フェニックス続き見ていきたいと思います。見てない人はね、ぜひあの後でね見ていただけたら嬉しいなと思います。インタビューちょっと受けてたり、あとちょっとだけね稽古シーンがあって、私もちょっとまだちょっと見れてなかったんで今ね見てお話ししてるんですけど、で私だけねすっぴんなんだ、恥ずかしい。そう、私の役の明石さんも男性の、あーね、私が喋ってる、明石さんキュールらしいですよ。明石さんも来てくださるらしいですよ。ちょっと本当の明石さんとお写真撮りたいな男性の方なんですけど、本当の明石さんは、あ、これが、心の友と心の悪さんっていうお二人、そう、そうなんですよね。真面目なところが悪っていう、難しいですよね。なんかやっちゃえやっちゃえっていう、あ、むずく同じこと言ってるインタビューで田中さんが言ってることと同じこと言ってたわ。そう、なんかやっちゃえっていうところが友っていう、なんともすごい不思議なね社長ですよね、田中社長。あ、田中社長は役名ですね、心の友さんですね、この方。そう、すごいなんか心の悪さんと心の友さんってずっとニコイチだからとってもいいなーって思ってますね。まあ明石さんもパートナーって言えば高橋さんっていう人がいらっしゃるんですけど、まあでもちょっと部が違うんで、なんかやっぱ心の友さん悪さんみたいなペアリングみたいなのは得意ないですね。うん、後ろでいらっしゃいませ言ってる、すごいね、めっちゃいいタイミングじゃない。なんかうちらが普通にこれ後ろで、あ、終わったよ。普通に後ろで稽古してて、まあさっきいらっしゃいませって聞こえたんですけど、そういうシーンがあるんですよ。それでたまたま普通に本当にちょうどそのシーン稽古をしてて、でまあオンデーズさんの方々が帰るからって言って、まあちょっとその稽古やってる後ろでなんかなんて言うんだろうな、そのバイバイみたいなのを撮ってたら、ちょうどねタイミング的にいらっしゃいませっていうタイミングだった。超すごくない？
このいいタイミング、すごくすごくない？狙ったとかじゃなくて、ほんとたまたまタイミングがあって、すごいよね。すごいでしょ。すごくない？ぜひよかったら見てない人はぜひあのこれ見てください。 YouTube よし、いいね押しとくわ。はい、いいね押しといた。よかったら見てください。お願いします。見直しといたんで、固めてください。はい、じゃんじゃん。それ以外特に何もあれなんだ、なんだろう。でもな、あんまり言いすぎるとさ、ネタバレになるじゃないですか。それむずいね。なんか何とも言いづらいよね。なんかすごくみんなに来てほしいから、こう宣伝兼ねていろんなお話したいんだけど、やっぱ終わってからだとねお話できるんですけど、見てほしいです見てほしいですっていうだけじゃなと思って、ちょっとさっきも動画の 見ながらこの言ってるとことかあったからさ、ちょっとまあそれに絡めて言ったりとかさ今したけどさ、いやむ、ちょっとむずいよね。なんかどこでも前作とまたちょっと話追加されてたりとかって言ってたじゃないですか。そうらしくて、そう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 っていうのがねすごく難しいんですよね。なんかどこまで言えばいいのかっていうところがすごくあるんですけど、そう難しいな。どこまで言ったらいいんやろっていう感じなんですけど、ぜひぜひまだお席あの空いてる日もありますんでね、遊びに来ていただけたらすごく嬉しいなっていうふうに思っております。まあお話的ちょっと難しい言葉が飛び交うようなものなんですけども、まあオンデーズさんという有名な会社の快進撃を、あのすごい破天荒な社長田中さんがなんかすごいなって思いました。本当になんか本当にえこれ実話ってなって、こんな社長がいたら正直あのええー、とはなりますけど、でもええー、ってなるけどついていこうって思うほどの人望もある、すごくなんだろうな、えって思うけどでもそれでもついていきたいなとか、こんなもうだって正直ねあの蘇らせたっていうぐらい、もうほんと倒産寸前のもう潰れるだろうっていう会社を立て直したっていう、本当にすごい、そんな奇跡みたいなことありますみたいな物語じゃないですか。だから本当にそのなんかもう自分職し倒産して職失うかもしれないけどこの人にかけてみようって思えるほどすごい人だなんだなっていうのはめちゃくちゃ思いましたね。その田中社長がね、あの本当の田中修二さんが、そう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 、やっぱすごい、うん、まあそのなんだろう、考えてることも破天荒、その考え方もだし、まあ、人望っていうのもやっぱすごい人なんだなっていうのはね、ちょっとあのお会いしたことはなくて、お写真あのネットで調べたお写真しかあの見てないから存じ上げないんですけども、でも今回来てくださるのかな、どうなんだ。前作は来てくださったらしくて、今回も来てくださるのかな、どうなんだろうねって感じなんですけど、まあ私演じる明石さんも来てくださるっぽい話をインタビューの時にあのオンデーズの方がしてくださってたんで、あロバさん、熊じゃない間違えた
1900日とはありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。いえ、ありがとうございます。あ、リュッケさん、リュッケさんも1900日とはありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。そう、あ、懸念ではないんですけど、そのあるんですよ、そういうあの見に、そのオンデーズの社員の方々が見に来てくださる 日というのがありまして、それで見に来てくださるっぽいんですけど、いやー、緊張する。本当の明石さんを目の前に明石さんを演じるなんて男性の方なんですけどね、本当は。そうそうそう、女性バージョンの明石さんを演じたいと思います。おいくつなんですかね、本当の明石さんって。ちなみにこの破天荒フェニックスが、破天荒フェニックスの実際のそのオンデーズのそのなんだろうな、快進撃をするときには明石さんは若いんですよ、まだ。そう、まだまだ本当にお若くて、そう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 、若いってセリフがねあるぐらい、そうそう若いんですけど、でもまあこのあれ自体結構前だから、そう、今おいくつでいらっしゃるんだろうかは知らないですけど、緊張しちゃうわ本当の明石さんにお会いしちゃうなんて。今回皆さん結構お名前だったりとか実名使わせていただいてるんですよ、はい、らしいです。だから明石さんも本名ですし、出てくるキャラクター結構本名らしいです。長尾さんも本名なのかな、だから長尾さんも男性の方で実際にいらっしゃるあの方なんですけど、秘書のね長尾さんなんですけど、さすがにあの田中社長の心の友と心の悪は実際にはいらっしゃらない心の中なんで、実際にあの人としては存在しないですけども、まあこういう風に葛藤があってっていう中をあの代弁してるっていうことですね。よくあるじゃないですか、そういうのってね、そういうことです。ね、心の友と心の悪、うん、悪が真面目ってなかなかね、なかなかですよね。あと結構感動するシーンもありますね、本当に漫画でもピックアップされたシーンなんですけど、うん、そう、あの、そう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 、おっしゃってましたけど、そうそう、82歳出演されるんですけど、そうなんですよ。そう、ドラマバージョンは私見たことないんですよね、ちょっとドラマバージョンは。でもまたドラマとはねだいぶ違う感じに作ったとは、おっしゃってましたね。そう、ドラマバージョンとかなんかちょっと短いのとかないのかな、本当に。あ、でもほら実際にねあるよ、出てる、なんだ、その田中社長の
対談。そうって感じかな。そう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 。ですよ。あ、ほら、あった、新春3夜連続ドラマだって。ちょっと見てみようかな。私ドラマはね、あるのは教えていただいてて知ってたんですけど、でもちょっとねドラマはまだね見ていなくてですね、そのちょっとドラマも見ようかな、せっかくだし。まあドラマとはまたちょっと違うんですけど、今回の舞台、ぜひよかったらドラマ見てください。私アマプラなんですけど、アマプラにはありましたよドラマ。そう、あ、そうそう、あのね役名とかに関してはね、今回の舞台が実名を使ってるっていうあれなんですよ。そうそうなんです、そうなんです。今回そう、あのわざとわざとっていうんですかね、あえて、そうです、実際にいる方の実名を使ってやらせていただいてるっていうだけなので、まあこれは多分ドラマとかなので、多分そういうのもあっていろいろ変えて、でもこれこういうフィクション交えての実話っていう風に多分ドラマも作ってるんですけど、今回はそのお名前に関してたりとかは、あの実名を、はい、お借りしてやらせていただいてますね。はい、ほいほいほいでも嬉しいですよね、あのそうそうそう、だから実名なんですけど、なんかだってほら舞台の中でさ、自分の本当の名前でさ役が演じられててさ、だから私だって明石さんね、まあちょっと晴美は違うんですけど、女の子だからあのちょっと明石晴美っていう役名なんですけど、明石は一緒なんですよ。だからでも役名の中で晴美なんて一回も呼ばれなくて、ずっと明石明石って呼ばれるんですよ。だからまあ明石さんからすると見てた明石さんはさ、あ僕だ僕だってなるわけじゃないですか。まあ嬉しいですよね。そうそうそう、っていうのもあってね、今回は実名でやってるんですけど、そうもはや私明石さんかなと思いますよ。やっぱ舞台やってると役名で呼ばれることすごい多いじゃないですか。結構あのなんかやった時に、あ、明石ですみたいな、とか、あ、明石さんみたいな、あ、はいはいみたいな感じで、やっぱ役目で言われることが多いからね、明石さんかと思うわ自分でもはや明石なんですよね。だから晴美とかない、明石ゆりなでもない、明石、なんなら明石仰天かもしれないなんなら明石仰天かもしれない、うち今の自分のインプットの中で。そう、仰天ちゃんって呼ばれるか明石さんって呼ばれるかどっちかなんですよ。明石さんか、まあ、あの明石ってその呼ばれることが多いんですよ。だからもう明石仰天かもしれないね名前で言うとね。そうそうそう、もう晴美でもなければゆりのまでもないっていう、そう明石仰天っていう感じがすごいしますねそう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 、やっぱねあるあるなんですよね、役名で呼ばれるのは。結構あるあるかな、役名か、私の場合はやっぱりどうしても名字珍しいんで、名字で呼ばれることが多いですね。そうですね、基本みんなさん仰天ちゃんって感じですね。はい、なんで仰天ちゃんか明石って、明石明石さんみたいな感じが多いね。うん、あ、あるあるかもしれないけど、だから普通に自分もなんか、あーあー、はい明石ですみたいな、そう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 の方が情報が短くて伝わるんですよ。あーはい仰天ですみたいな、あ誰だっけみたいな感じに なんないけど、特に最初の頃とかはさ、ほら自分の名前とさまださ役名がさぶっちゃけ皆さん一致してなかったりするじゃないですか。だから仰天ですって言ったとて、ん誰だっけみたいな、誰何役だっけみたいになるじゃないですか。人もね今回本当に出演者もすごい多いから、
なんでやっぱそこの情報をある程度スマートにすると、あ、はい、明石ですみたいな、そう、そう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 っていう風にこう結構呼ぶことが多くてっていうのもあっても、明石仰天かもしれない。明石仰天ってなんか面白いね。なんかなんだろうねなんかなんとも言えない、どっちも名字だからかアカシ教徒、役者さんも役名で覚えられてるんやな。あ、それ役名はもちろん覚えてますよ。あの本名も覚えてますけど、はい、さすがに裏ではあの役名呼びはしないですよ。お名前で呼ばせていただいてますけども、そう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 、あとはまあ皆さん自体が、私今回皆さん初めましてなんですけど、まあ皆さん自体がもう何回か共演したことある方だったり、この今回あのチームオダックさんの、あれで作ってるんですけど、そのチームオダックさんに何回か出演したことがある人だったりとか、まあその共演者同士で、なんだろう、もうあの役者さん同士でもう共演したことがある人だったりとか、そうそうそう、そういうのもやっぱりありますんで、私ちょっと皆さん初めましてなのであれなんですけど、そうそうそう、そうなんですよね。まあでもだいぶ皆さんとお話がだいぶ、そうですね、だいぶ、はい、皆さんとお話は、はい、一言二言は交わしたことがある人がほとんどになってきましたね。はい。そうですね。うんうん。まあ挨拶をのけて、そうですね、一言二言話したことある人はだいぶ増えてきました。7割ぐらいかな。今回ね、役者さん多いんですよね、めちゃくちゃ。そうなんですよ。だからそれ以外、そうですね、それぐらいはだいぶ、はい、あのお話させていただきいただいたりとか、はい、そういうのだいぶなりました。今日もね、初めて喋りました共演者の方と、お二人ね、あのなんだろう、なんかみんなが喋ってる輪の中にいて、あーはいみたいなのあるんですけど、定位置で喋ることってまあ、なかなかなかったりとか、まあ、あと絡みがなかったりとかすると、こうなかなかあんまりね、喋ることもなかったりするのであれなんですけど、そう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 、今日あの初めて、そうですね、挨拶以外で喋った方もいらっしゃいます。だいぶ皆さんと仲良くなれてきているんじゃないでしょうか本番まであと1週間切ってますけど、でもやっぱ皆さんもすごくあのちゃんとお優しい方々なんで、こうやっぱりね、どうしてもなかなかやっぱね、私がそのなんだろう、アイドルじゃなくてただの役者だったら多分そこまでだとは思うんですけど、皆さんね、一応私が現役のアイドルなので、そう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 、あれ現役ですよねみたいな、あ、そうですそうですってそうですね、皆さんすごくね、いい方だね。あともう1週間切りましたけど、あのね、これからもっとあの頑張って頑張って仕上げていけたらいいなっていうふうに思っています。はい、歌って踊ってとか言われたりとか、あ、しないよ、そんな無茶ぶりされたことないな、ないね。なんかよく何期生って聞かれるんですよ。そうそうそう、何期生なのって聞かれて、あ、何期とかないんですよねみたいな、そう、すごい、あの各県代表でやらせてもらっててみたいな、何期っていうのが特になくて、毎回説明するの、そう、何期とかっていうのがなくてみたいな、一応15期さんと16期さんの間ですって、よいしょ、そう、なんか一応ね、なんかこう
なんだろうな、そう、何年っていう、何期っていう縛りがないから、そうやっぱね、みんなね結構イメージは何期生何期生っていうのがやっぱイメージに強いじゃないですか。8ないから、そう、何期とかはないんですよねって言って、あ、じゃあ結構若い方なんだねみたいなって言われて、あー中堅ぐらいですかねみたいな、一応9年目になりますって言ったら、おおおお、結構いるんだねって言われて、あ、そうなんですよで今日2回言った、うちこの話そう、今日初めてお話しさせていただいたその同じキャストの方がいらっしゃって、そう、あんまりね、なんだろうな、こう同じシーンはあるんだけど直接的な絡みがなくて、そう、同じシーンでステージ上には一緒にいるんだけど絡みがなくて、あまりお話ししたことがなかったんですけどね。そうで今日ね説明したんですけど、やっぱね、何期って聞かれるんだなって思いました。あとね、なまってるねってめっちゃ言われる。そう、なんか絶対あの毎回今回の舞台で本当にみんな、あ、関西って言われて、あ、いやいやいや関西じゃないです、香川県ですって言ったら、あ、そうなの、なまっとる県って言われて、あー、なんかなまっとるっていうか、イントネーションが、イントネーションが、そう、あのちょっと関西の人なのかなって思ったみたいなって言われて、あー、そうなの、そうなの、なんか香川県なんですよって、えーっつって、まあ大体こんな感じですね、皆さんと初めましてのお話はね。まああとは舞台はよく出てるのみたいなっていうのはよく聞かれますね。私はその役者ではないので本業がなんかやってるのみたいな言われて、あー、そうですね、ぼちぼちやらせてもらってますみたいな、そう、なんかちょんちょんちょんってやらせてもらってますみたいな、そう感じかな結構そのめっちゃやってるわけでもないし、もう全然やってへんってわけでもないから、そう、そのしかもそのなんだろうな、今回は割とスパンが前回のってこうスパンが結構そんな開かなかったですけど、開いてる時は本当1年とかね余裕でスパンが開いてたので、そう何個ぐらい出たんでしょうね、私舞台全然覚えてないけど、そうなんですよね結構、うん、そう、あとね、なんか私マスクし、あ、多分すっぴんで舞台の稽古行ってて、なおかつマスクしてるから多分ここしかね見えないんですよ。で、私よくねメイクしてる時だと本当大人っぽいって言われるんですけど、やっぱ メイクしてないとね、やっぱ若干ねそこまでね大人っぽさはなくて、割と童顔ではないけどそんな老けてなくて顔が、だから何歳って聞かれるんですよ大体。まあ私もよく共演者の方に、おいくつですかみたいなの聞いたら、20何歳ですとか、あの30何歳ですとかってこう答えてくださるんですけど、結構皆さんもすごい若く見えるんですよ。だからすごい同い年ぐらいかなと思ってたらちょっと上だったみたいな、ああおおいいみたいな、そう、私もこうなんかなんだろうな、あの、おい、え、何歳って聞かれて、あ、24の年で23ですって言ったら、え、21ぐらいかと思ってたって言われて、あ、え、本当ですかって、そう、え、そうなんだねって言われた、びっくり、私初めてだわこんな、あの年を若く見られたこと、うん、そう、なんか私今までで絶対、あ、もうちょっと上なのかなと思ってたって言われることが絶対多くて、で今回その年を聞かれて2人の方がなんか、あれ、あ、そうなんだねみたいな、もっと若いと思ってたよみたいな、そうっていう風に、え、すごい言われる、めっちゃ不思議ですね。だからそう、なんかめっちゃ不思議な気分ですねその自分の実年齢より下に見られた方がなくて、そうなんで、すごい不思議ですね。うん、ただだからメイクした時にあれってなりそう、メイクした時にあれ顔が違うってなったらウケるなと思って、一回もね、でもちゃんとしたメイクを皆さんまじまじと見たことがないんですよ演技の時に。だから
みんなびっくりしちゃうかも。私こんなところでびっくり仰天させちゃうぞってね、それさせるつもりはないんやけどね、させちゃうぞってねなっちゃうよねっていう。そう、でも本当皆さんねマジで若く見えるから、本当にねすごい同い年か年下かなって思ってたら年上だったりとかねあ先輩だったみたいなね多いですね。やっぱ芸能やられてる方は本当年齢座礁すぎて怖いな。特にマスクしてるじゃないですか今、目しか見えないから年齢的な感じもこのそのマスクから上で判断しちゃうじゃないですか、どうしても。だってもう決め手がそこしかないから。そうだからどうしてもそうなの。あとねでもね私ね未だにねバカってバレてないんですよ。結構ね落ち着いてるよねって言われるの、どう、みんな聞いた聞いた、落ち着いてるよねって言われるの。あ落ち着いてるからなんかあのちょっととあのそうなんか年上に見られるのかなって言われたんですよ。落ち着いてるだってよみんな落ち着いてるってよみんな。私いつも逆しか言われないから今回マジでいつもの逆すぎてびっくり。いつもは見た目年上で中身年下だねって言われるんですよ。でも今回は中身あ見た目年下で中身年上だって言われるんですよ。まだまだ全然私の本質が出てないからですよね全然本質がね出てないからあのみんなにバレてないんですよ。まあ喋んなきゃバレないんでね私喋んなきゃバレないんでね、基本喋るからバレるんですよ。全然バレてないですね今んとこ。ラッキーラッキーイエーイ。そうそうなんですよ。そうで私舞台どれぐらい出てんだろうね。なんか舞台っていっぱい出てんのって聞かれて、確かに自分ってどんだけ舞台出ててんやろうなっていうのがちょっと分からなくて調べるわなんかさ数えられないほど出てないわけでは、あ出てるわけじゃないんですよ。全然数えられるけど昔すぎて記憶にない。どこまでってこうやって数えたことない、うん、履歴、出演で見ればいいんか。え全然ないやん。わ全然当てになんないな。これウィキペディアじゃないからか、エキペディアだからだ。数えろってことだな。調べても出たかないわ。まず一番最初は朗読劇ですね。あのメリタンっていうあのタヌキのね女の子の役をさせていただきました。朗読劇、まああれはまあ一応ねでも朗読劇なの。朗読劇その後セレブ気取りかな、三姉妹の中の末っ子をやらせてもらって、でその後 GP 仮面かな、高校生役やらせてもらって、で、キスキスキス、キスキスキス、ライブエアラインまで飛んじゃうのか。ライブエアライン、バイト、不思議の国のひな祭り、魔術科学園で全あのあれショータイムで今回のだ。今回で10だ。直帰10です今回で。直帰10だ。
でも言うて9年目で10ってことは本当に1年に1個ぐらいのペースだね。1年に1個、1年に 1.2 個、1個から2個って感じだね。あ、キューティーハニーもあったわ。あ、そうだ、じゃあ11個だ。11個か。11個目か。11個目ですね。じゃあ10個出たんだ、10個。ちょうど10個出たことがあります。今回で11個目です、10個。そっか、10個か。皆さんの足元にも及ばないな。やっぱね、役者やってる人はね、いっぱい出てますからね、10個ってなったらもう、あ、ちょびっとだねってなりそう。メンバーの中だと多いと思います。そうですね、メンバーの中だと多いとは思います。そうそうそう。でも、まあでもそんなもんじゃないですかね。職業は一応アイドルで、私舞台もすごく楽しいですけど、映像もやりたいですね。私映像がやったのが2015年、ウェブドラマのうどん先生、あのオーディションを受けたうどん先生とか、なんで映像もちょっとやっぱやってみたいなって。まあね、マリアがね、ほらドラマ出てたり、ひーちゃんがドラマ出てたり、ゆいゆいがドラマ出てたり、ドラマいっぱい出てますけど、映像もまたちょっとね、やってみたいなっていうのもね、あのあります、やっぱり。そう、未成仏は私あのロケだったんで、決して1ミリも演技してないからね。あれはね、あの映像っちゃ映像だけど演技ではないんです。演技で映像やりたいなっていう、あれロケなんで、そう、全くもって関係ないんで、あれなんですけど、食ってみたいなーっていうのはすんごく。映像は映像でまた難しそうってすごい思うなね。そうね、声優さんも挑戦してみたいな。めっちゃ昔にマックでの声優さんのやつ挑戦してみたけど、まああれは本当にもう一言二言だけしか、あのやってないし、やっぱ本当に難しすぎてマジで苦戦しまくったんですよ。もう本当に苦戦しまくって、なんか本当難しかった。合わない、絵と口が。そう、すごい難しかったですね。まだ若かったの、私10代だったからな、あの時の18とかかな、合わなくて、でまだ映像もああいう時、声優のさ、まあ、声優さんとかもさ、そうだけどさ、映像のさ声優入れる時ってさ、みんなが見てるようなの完成された絵じゃないじゃん、まだ、なんていうの、絵コンテっていうかな、なんかまだあの整備されてない絵、なんかほんとイラストみたいな、なんかこういろんな色がついててみたいな絵に吹き込んだりとかするんですけど、だから余計に難しくて、そう。でもあのもう何年前よっていうぐらい前なんで、多分17、8とかかな、私も本当に数年前なので、またなんか挑戦してみたいなって思うけど、難しいな。自分が動かずにこう気持ちを乗せるのって本当に難しい。声だけで表現って難しい、未だにできない。なんか
舞台みたいに動きもあって、実際に相手見て相手とこうやってみたいなじゃないじゃないですか、声優さんって。で動き回ったらマイクから遠のいたら声が遠くあれーってなっちゃうじゃないですか。本当に声で演じるのってすごいなって思って挑戦してみたい。なんだ、まあ挑戦してみたいことはたくさんあるんですよ、ぶっちゃけだって挑戦してみたいことはたくさんあるんですよ。だってぶっちゃけ何も挑戦したことないですもん、私。そう、全然挑戦経験がないから、もう挑戦してみたいなって思うことは本当にたくさんあります。あ、はい、その中でね、まあ向いてる向いてないとかあると思うんですけど、そういうの模索していけたらいいなとは思ってるんですけどね。まああとね、テレビにもやっぱ地上波テレビにも出たいじゃないですか。やっぱ何よりも一番地上波のテレビに出たいわ、私はやばいね、一番ね地上波のテレビに出たいです。歌番組しっかり、バラエティしっかり、朝のなんかね、ゆいゆいとかひーちゃんとかやってるあのラビットさんとかさ、ロケとかさ、そういうねスタジオ収録しっかり、うん、そういうのもやってみたいなとは思うんですけど、まあ、分かんないです。やってみたいやってみたいなっていうのはいっぱいありますよ、もちろん仰天ニュースね、そうですね、仰天ニュースちょっとね本当にバラエティ知らないから、ほんとバラエティ経験マジでないからすっごいハードル高いなと思うんですけど、すっごいハードル高いなって思うんですけど、でも私は本当に仰天っていう名字をやっぱが運命だと思ってるんで、やっぱ仰天っていうせっかく名字に生まれたんで、じゃあもう仰天ニュースに出たいなっていうのはほんとずっとあります。もうだってね、仰天さんなんだから仰天ニュースに出たいじゃないですか。でなんか仰天 AKB48 の仰天ゆりなさんが仰天ニュースのゲストですってなって、本名ですかみたいな、本名ですみたいなってなるじゃん。このくだりをやりたいのよそう、このくだりをねやりたいんですよ、本当。仰天さんに生まれたから、これできないんだったらもう本当に仰天さんの意味、仰天さんの意味だってもう私名字のおかげで、苗字のおかげで私の可愛い可愛い親がつけてくれた素敵なゆりなちゃんっていうお名前が1ミリも目立たないっていう現象に陥って23年ですからね。本当にもうぜひせっかくの苗字を生かして、本当に出たいしかも自分がねよく見てるテレビでもあるから、仰天ニュースって面白いじゃないですか。そうねえ、本当に そうですよ、仰天っていうのが大体の呼び名ですからね。もはやニックネーム仰天だと思われてますから、仰天にした覚えはないんですけどねそうそうそう、なんかずっと変な音がするね。何の音やろ。え、ストロボチボチボチもう1時間2時間1時間あれ何時からやんるんやっけ私。もう1時間は経ったと思うんですけど、あ、もうちょっとですね。あ、いい感じですね、時間的には。
え、これ何？あ、ショールームアワードやって。へえ。目がしょぼしょぼしちゃう。そう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 、私いつだっけな、あれ去年一昨年にそう呼んでいただいたやつなんですよね。今回ノミネートされてないです。出てないでしょアワードって。あ、すいません。あは、オッケー。よし。そう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 。さあ、わかんないですね。わしはない。わからない。なんだろう、私がじゃあもしめっちゃ珍しい名字で、でも絶対名前で呼ばれる確信のある名前がよかったな。なんだろう、超長い名字がいい。珍しいけど超長い。だってなるがみんな絶対なんでなるちゃんって呼んでるか、それは蔵の王が言いづらいかららしいですよ。ということは私もそんな感じでいいんじゃない。珍しいけど多いとか呼びづらいっていう名前にしてしまえばいいんだよ。なんだろう、珍しい名字がまずもう思いつかんのよ。だって珍しいもんなんかある？珍しい名字、なんかアニメキャラクターとかなんかないかな。お、ちょっと高そうなお名前がええな。お金持ちの名前、お嬢様の名前、なんだろう、全然出てこないわ。道明寺とかだって。ああ、お金持ちそう。あれや。あれやな。あれやろ。あれの名前じゃなかった。花より団子みたいな。あれ違う。主人公道明寺じゃなかったっけ、うん、そうだよね。私あの話ほんとついていけん。見てなかったから。いや世代のはずないけどな、見てないっていう、ちょっとついていけないんだよね、ごめんね。あやころとか、何あやころって。さおとめ、あーさおとめ、いや呼びやすいやろ。さおとめってめっちゃ呼びやすくない？いがらしとか。あー、いがらし、いやでもいがらしさんもいがらしさんって呼ばれそうじゃない？漢字むずくない？漢字やんそれは呼ぶんやから、漢字が書きちゃうねんから。白金みたいな人な。ああ、白金な。白金駅あるもんな。ん、あれないっけそんな駅。高綾小路やって。ああ、綾小路。高輪みたいな駅の名前じゃない。白金高輪みたいない。白金高沢じゃない、あれ違うっけな。高輪じゃない、ね、白金高高輪みたいな。高みたいな。そうそうそう、そういうね。あのちょっとすごい、あの高級住宅地な。高級住宅地。え、知らんよ姉ちゃん。白金ってだけで高級そうやろ。高級住宅地だろあれは。高輪やって。イエ。むずいな。なんかどっち取りが一番最高やな。行っ
天くんだったらかっこいいけどな、仰天くん。仰天くんやけどな、本当はな。仰天くん。仰天くんはかっこいいやんな。仰天くん。男の子やったら。仰天ちゃんってさ、ちょっとさ、かっこいいが強くなっちゃうんだよな。名前負けしちゃうんだよ。いや、名前、苗字はめっちゃ素敵なんよ。わかる。苗字はすごい素敵なの。だがしかし。だがしかし。名前負けしちゃうんだよ。名前に勝てないよ。うえーん。逆に佐藤とか鈴木は嫌でしょ、だって。いや、そんなことないけど。そんなことないですよ、全然。全然いいっすよ。でもさ、仰天ってさ、言いづらくない？そんなことない。そんなことないか。ギャギュ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 ギョやからね、言いづらくないんかな。ゆりなの方が言いやすいと思うねんけどな。あ、何料理で。すごいグッドタイミングで何料理やん。姉ちゃんも行かれへんし。あ、何料理何料理。寒すぎて無理。そう、だからグッドタイミングやろうって言って言ったやん。ねえねえ、行けへんしな思って。じゃあ私てんてんに しようかな。あ、それこそキングダムの下稜天とかでもいいよ。下稜天ゆりな。おい、かっこいい。見て、聞いて。なあ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 、聞いて。それキングダムでさ、テンっていうのがあるんやけどさ、テンって言われてるんやけどさ、だからリーネのテンマルカンなのにさ、下稜天なんか、どう、下稜天ユリナってめちゃくちゃ強そうじゃない。ほんと武士やんな。やばい。めっちゃ武士やんな。でもさ、下稜天だったらさ、わざわざ下稜天さんなんて呼ばれるのだるすぎじゃない？ちょっと文字数多すぎってなるやん。天って呼ばれる。そうやんな。いいのよ、天でも。なんかもう、なんなら、でも仰天って言いやすいからな。ねえねえ、ずっと仰天。え、全然仰天ちゃうやんな。ようこ仰天に呼ばれたことない。そうやんな、なんなん。全部下の名前。え、そうやんな、なんなんやろな。名字呼びの方が珍しい。そうやろ、そうなんやって。わが妹はそうなんよ。学校全部下の名前。そうやしな、基本あれやろ、苗字呼びされんのやろ、あんまり。ほら見て、私苗字呼びしかされんのやけど、なんでな。なんでな、なんなんやろな。マジでその辺ほんまにわからん。でもパパは苗字でめっちゃ呼ばれてるやんか。あ、そんなことないか。それは会社とか行けんじゃね。あ、そうね、会社で下の名前は。そりゃそうやけど、しやん。我が弟はどうなんやろな。我が弟聞いたく。我が弟先生は苗字やろ。そらそうやけど、周り。周り多分苗字と名前半々な気がする。ああ、まあそんなもんか。だってゆいな、中学生の時は正直名前。結構部活苗字だったイメージあるけど、弟は。名前、中学生までは割と名前呼びも多かったんよ。うん、高校に入って、で友達みんな苗字やな。みんな苗字。仰天仰天呼ばれた。女の子からもよ。女の子からよ。そうな、仰天って呼ばれただけやな。なんか強いよな、それこそな。仰天呼びらしいって。あ、そうなんや。弟小学校は名前やって。ほら、やっぱそうなんやって。
だから私の妹がちょっとずれてるんやわ。ずれてないわ。珍しい人種なんやわ。そう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 。仰天呼びやね。ほら、やっぱそうなんやって。レアすぎてびっくり。でも。変わらんのな。うん、そう変わらんのな。な。そうなんやな。そうなんやな。中学生はまだ友達そうな名前呼び。高校8に入ってはみんな名字やな。仰天やな。今の稽古場もみんな仰天ちゃん仰天ちゃんやな。仰天ちゃんは明石さんやな。あ、ママが妹子の同い年仰天があったけんじゃない。あ、でも男の子。そうやな。女の子前で妹子だけだった。あやいな、おらん。いや、でも1個上におったけどな。あ、1個上やっけ、2個上やっけ、何個上やっけ、分からんけど。でもまあまあ、かぶってない。1個上やんの。やっぱ そうなんやな、かぶってないと。妹子も1個上おったけど、3人ぐらい。いやー、やっぱそうなんかな。え、でもぶっちゃけだって高校行ったら本気なくない？バラバラ。そうやろ？バラバラのとこ行った。そうやろ？難しい。難しいやん。ねえねがユリナって呼ばれるにはちょっと高めの話すぎた。いや、なわけないやろ。なわけないやろ、絶対。高校はありえるって。中学校は多分ないけど。絶対ないわ。どこに気使ってんねんって感じやわ。誰も気全然使ってへんかったけどな。TV だからみたいな。いや、全然使われてなかったけどな。そう、いい意味でよ。いいとこはちゃんとあれしてくれてたけど、その全然あの授業早退してるとかに関してはみんな空気読んでたけど、でもなんかその友達としては全然普通にやったけどな。でもさ、高校で女の子でさ、名字呼び捨て呼びって珍くない？珍くないやって。珍しくない？だって言うな、高校でのあのその仲良くなった友達とかみんな名前呼びやったからな。そう、名前呼び捨て呼びとかやったけどな。でも分からん、男の子はなんて呼んでたんか知らん。うちのこと喋ってないけん。なんて言われたか知らん。でも多分普通に名字仰天さんやったと思うんやけど、だからそう強いよな。でも女の子でな、仰天ってやって言われたからな。なんとか、あ、なって言うけんな。な仰天、なんとかやんな仰天って。そうなのよね。なんかそう思うとちょっと強く感じるね。どっちも、私も強そうやし、なんか呼んでる相手も強そうちゃう。そうね。じゃあてんてんゆりなちゃんとかってめちゃくちゃ可愛いね。だったらもうそのままてんてんでいいわってなるけど。なんかめっちゃ暑いんやけど、すごい暑い。萌えちゃんお姉ちゃん。ダイレクトチョップなんやけど。伊藤さんとかだったと、伊藤ゆりなちゃん。あ、でもまあいいんじゃない。かわいいね、なんか、うん、かわいい。普通にかわいいね。まあだってゆりなちゃんっていう名前がさ、ほらちょっともうかわいいから。ちょっともうゆりなちゃんっていう名前がちょっと大優勝すぎて、もうたとえ何とあったとしてももう名前がかわいいから、かわいいわ。このかわいい名前で全然呼んでくれんけど。まあいいのよ、別に。私別に男の子じゃないから。
私別に男の子じゃないから。そう、ちなみに皆さん、ちなみにでも私あんまり皆さんの名字知らないんですよ。なんでかって言ったら、まあ今はぶっちゃけわかるんですけど、まあわかるんですけど、わかる人もいるんですけども、わからない人もいっぱいいるんですけど、皆さんってニックネームじゃないですか。だから皆さんの本名はあんまり知らない。なんか当たったりとかしてフルネームで書かないといけないとかだったら、そのフルネームを拝見することもあるんですけど、でもそれって当たったりとか、まあ逆に皆さんがこう、まあ昔とかだったら、なんだ、サイン会、あ、握手会の時とかサイン会とか動画の時に、あれフルネームじゃないとダメじゃないですか。でそれでフルネーム書いてて、あっていうのもあるじゃないですか。だからその、ま、皆さんが会いに来てくださったりとか、そういうのことをすれば皆さんの名字を拝見することってあるんですけど、でも、ま、基本皆さん SNS と全部ニックネームじゃないですか。そうだからね、あんまり皆さんの名字知らないし、まあ、ぶっちゃけニックネームで覚えてるから、本名を見た時に、ん？誰？ってなったりする。そうで、なんか、みたいなね。そうそう、珍しい名字の人っていう人もいるよ、ファンの人の中に。うん、珍しい名字やなっていう人も実際にいらっしゃる。うむうむ。そう、そうなんですよね。だから皆さんの本名は本当に皆さんが会いに来てくれたり、何かに当たったりしない限り、私は拝見することができないんですよね。あとはもうなんか結構オンライン話し会とかは諦めて、なんかニックネームにするのもめんどくさくて本名ですみたいな人もいるよ。おるおる。うん、そう、なんかちょっともう帰るのめんどくさくてみたいな帰へんかったみたいな。そうあとはもう普通にニックネーム登録忘れてたみたいな人もおる。ただ忘れるとサイン当たった時にその本名で書かれるよっていう話やんな。そうそうそうほにゃららほにゃららさんってね、普段使ってるニックネームじゃなくて。そうっていうね、お話。まあみんなニックネームでせっかく書いてもらえるんだったら、ぜひニックネームに忘れないように書いてもらったら、ニックネームでグッジョブだと思います。そう、まあサインもよかったらぜひぜひお待ちしておりますんで、本当サインっていうかサイン会お待ちしておりますんで。てか前髪伸びたと思わない？私見て、めっちゃ長いの、ほら目の下まであんの。切ろうと思って本当に切ってない。でも舞台本番までには切る。ちょっとセットがね大変だから長いと。今長い髪の毛でセットしてるんだけどさ、長くない？ほら長いでしょ。
なんでチョッキーンってこれぐらいまで切ろうかなって思ってます。前髪伸ばしてくださいだって嫌です。嫌です、伸ばせません。伸びるまでに耐えられない、こんな中途半端な長さとかどうしたらいいのってなっちゃいそう、髪の毛絶対耐えられないな。よしちゃん、そろそろ終了にしたいと思います。イエーイ。10歳、おかやんさん。12、きみなみさん。11、まーにゃんさん。11、かいしーさん。9位、さわまささん。1900日おめでとう、ありがとう。かずさん、1900日のおめでとうってありがとう。7位、まいまつさん。毎日配信1900日おめでとうってありがとうございます。6位、なっていさん。これサングラスのおやじさん。あ、ちょっと待って、舞台一緒に行きますって待ってます。4位、にきよさん。舞台楽しみです、ありがとう。3位、リュッケさん。1900日おめでとう、ありがとう。2位、ロバさん。そして今日の第1位はヤングさんです。来週舞台見に日本に行くと、おお、日本に来れることになったのね、おめでとう。はい、そしてリュッケさん、1900日タワーありがとうございます、イエーイ。ロバさん、1900日タワーありがとうございます、イエーイ。そしてヤングさん、1900日タワーありがとうございます。その他にも皆さんおめでとう言うてくれた人ありがとうございます。はい、というわけでですね、あの前日、昨日までか、昨日で最終日だった、たこ焼き部とあの部活動のねあれだったんですけども、たこ焼き部は残念ながら2位ということであれなんですけども、今ね絶賛今度12月2日から11日までかなが、池袋のところと大阪かなでなんかその競い合ってるんですけども、たこ焼きが、ね、9粒になりましたんで、あれそう、ちょっと私もねすごく行きたいなと思ってたんですけど、なんとですね、はい、2日から11日にかけてね舞台ね本番真っ只中ですし、なおかつもう舞台の稽古も最終追い込みに入ってまして、ちょっと行けないんですよね。本当に申し訳ないんですけど、ちょっと行けるとところが1ミリもなくて申し訳ないなと思ってるんですけども、まあ、皆さんぜひあの行けるタイミングがあればぜひね、食べていただけたら嬉しいなっていうふうに、思っておりますので、ぜひよかったらよろしくお願いしますというわけで、今回ね本当にちょっと全然時間がどうしても割と取れないことが多くて全然貢献できなくて、そう、今度のね出店の方にも全然貢献できなくて申し訳ないなと思うんですけども、すごい皆さん応援してくださったり配信見てくださったり、このねそのやつ食べに行ってくださる皆さん本当にありがとうございます。ぜひたこ焼き部の応援を、よろしくお願いしますというわけで、そう、本当はねなんかもっと余裕とかがあったらさ、そのたこ焼き作りながら配信とか、たこ焼き機あるんですよにしたいなと思ってたんですけど、ちょっともう舞台から帰るのでご飯作るのすらめんどくさくて、ちょっと最近はもうお惣菜で過ごしてるぐらいちょっとあれなので、そういう配信ができなかったのは申し訳ないなって思うんですけど、まあ、またいつかねそういう配信ができたらいいなっていうふうに、思っておりますので、はい、というわけで本当に応援してくださった皆さん本当にありがとうございました。というわけでね、ちょっと1900日っていう節目の日だったんですけども、配信を見てくださって本当にありがとうございました。というわけでまた明日からお稽古なんで頑張っていきたいと思います。だいぶ寒くなってきたので皆さん体調管理気をつけて元気に破天荒フェニックスの舞台見に来てくださるとすごく嬉しいなというふうに思います。私もお健康にお気をつけて頑張りたいなというふうに思います。だいぶ急に寒くなってしまって乾燥もしてきて、こうねまた増えてきてるということなので、はい、体調面気をつけて舞台に励みたいなというふうに思いますので、皆さん元気に明日も頑張りましょう。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また、明日の配信でお会いしましょう。それじゃバイバイ。